静静行政書士 FPGM の静でございます、えー、今回は、えー、初級者のためのリスクの考え方ということで、今更こんなことを言うんですけど、ただ、あんまりうーん、リスクっていうことを考えたりしてこなかったのでですね、この動画では。えー、ということでうーん、あんまりごちゃごちゃ、 こう、計算とかをせずに、まあ、そういうちょっとボリュームのあるところも一応入れたんですけど、で、あんまりリスク取りたくないなみたいなことを思ってる人とかね、別にリスク取ってもいいから、え高いリターン取りたいっていう人が、まあ、いろんな方がいる中で、じゃあどう考えるかっていうところを、えー、 私なりのね、もう個人的なちょっと考え方になっちゃうんですけど、えー、お伝えしていこうかなと思います。で、例えば、この、この資産クラスは非常にまあ、この5年、もしくはこの10年におけるリスクが高いので、ね、みたいなことを考え出すと、ちょっともうめんどくさいですし、個人投資家がそんなことまでやってられるかって話なんで、そんなことを使わずに、いや、何を、 え、道具として使うかっていう話だとかで、あとは逆にそういう計算とかをしてみたらどうなのかっていうこと。で、あとリスクっていうのは簡単に言うとこういうもんなんだよっていう話をしていきたいなと。で、まあ、この動画、今回のテーマを扱う、扱おうと思った背景,背景としては、こう、 やっぱりその年代別にどういう商品、どういうふうに投資していったらいいのかみたいな質問が来るんですけど、ちょっとそういうのには、そういう質問にはちょっとお答えしていないのですよ。あのそれはちょっと、ちゃんとしたお客様のね、あの、何 <laughs> でしょうね、手前というか、えー、あの正,正式にというかあの、有料でご相談いただいている方の,、ね、あの立場とかってのもありますんで、 えーまあ、こういう考え方の人にはこういうのが合うよっていうのを、まあ、パッとお答えはしていないんですが、じゃあ自分はどうなのかなっていうところまではちょっともう皆さんに考えていただいて、で、そのための、こう、じゃあリスク、ローリスク、ローリターンとかハイリスク、ハイリターンっていうのはどういうふうに考えたらいいのかっていうことをですね、 お伝えしたいといととうことなんです、ね、でもうな今日ちょっと長くなりそうなんで森も結構あるので2回に分けるかもしれないんですがちょっと出たところ勝負なんですかその辺も、えー、中身に入っていきたいと思います、えー、初級者のためのリスクの考え方であくまで個人的な考え方ですで、ね、多分違う意見を持っている方もいらっしゃるとは思うんですがなるべくこう 個人投資家で、しかも、ね、本当に、えー、銀行で投資に買ったとかですね、えー、なんか勧められたから投資に買ったとかで、またちょっといろいろ深く考えたいなと思ってるみたいな方を対象にしているので、まあ、詳しい方はご自身でやってくださいっていう感じです。あんまり参考になるかどうかわからない。で、ちょっと個人的な考え方が多いので、 えー、ちょっとその考えは合わないわっていう方もいらっしゃるのかもしれないですが、参考にしていただけるといいかなと。で、まずリスクとはということですね。この辺は別に人によって考え方が変わるわけではないと思うんですが、えー、投資におけるリスクっていうのは、いわゆるその危険性っていうことじゃなくて、まあ危険性っちゃ危険性なんですけど、変動幅のことを言っています。で、要は、まあ下がる ということについてリスクっいうのは非常に受け入れやすいと思うんですが、上がることもリスクと考えるわけですよ、投資の上では、ファイナンス上はって言ったらいいんですかね。なので、結局こう上下に変動していく中で、その変動がどれだけ大きいかっていうのがリスクが大きいか小さいかっていう問題になるわけですよね。で最終的にリスクが高い、低いっていうのは、 例えば、その平均リターンだとか期待リターンに対してどれだけのブレ幅があるのかっていうところはまあそう、そうだけじゃないのかもしれないですけど、その一定の価格、一定のこの日のこの終わり値からの変動幅っていうことなのかもしれないですが、それが、えー、リスクであるということですね。ちょっとあんまりこう、やり出すと止まらないんで、 先に行きますで一般的なリスクの高さってことを考えて、これは、まあ、あくまで参考程度で、そうじゃないこともあったりしますんで、まあ、ここ大体いいここ5年間ぐらいのデータを取ると、こんな分布になるかなと思います。債、ま、券、あ、よりも普通のハイイイルド才能が高いのは間違いないですよね。でハイイイルド才とリートどっちが高いかっていうと、これはちょっと微妙です。ハイイイルド才能がリスクが高いという。 ところ部分もある、側面もあるといった方がいいですかね。というところもあるので、なん,まあ、なんとも言えないところですんで,で、それよりも一般的に株式の方がリスクが高いと言われていますが、これもまあ、年によるという部分もあると思います。あと、それ以上にコモディティ、えー、原油だとか、えー、銅だとか、鉄鉱石だとかですね、金とか、あもしくは何ですか穀物関係、えー、小麦だとかですねうん、砂糖とか、トウモロコシとか、 天然ゴムとかですね、その辺のコモディティ系のがリスクが高いというふうに言われております。であと,、えー、と、資産クラスとか資産地,地域で見ると国、えー、国内のが、えー、当然日本の方がリスクが低い。っていうのは、為替が絡むからっていうことなんですけどね。うーん、だから、為替ヘッジあるだったら、 海外の方が多分リスクは、ここ5年ぐらいで見るとリスクは低いんだと思います。海外、海外商品に投資する場合は、その、例えばニューヨークダウであれば、ニューヨークダウの単純な値、2万何ドルっていう値と、それに為替が乗っかってくるんで、リスクが高くなるっていうことなんですよね。 で、それ以上に新興国の方がリスクが高いよっていうふうなことになっております。まあ、一般的にはということで認識していただければいいかなと。で、リスクが高ければ高いほど、基本的にはリターンも高いはずだというふうに言われております。で、例えば、まあ、こういう、その、なんですか、伝統的な金融商品以外にも、うーん、まあ、不動産だったりとか、 なんですかあのー、クラウドレンディングとか、そういうのが、新しい商品がポンと出てくると、基本的には新しい商品は、最初、こう、ローリスク、ハイリターンだったりする商品もあるわけですよね。で、それがだんだん、こう、まあそういうのも、その出た当初はあるんですよ。で、だんだんそれが、あ、 こんないい商品あるんだっていうふうに認知されてくると、例えばその価格が上がってきちゃったりとかするんで、ローリスク、ローリターンに落ち着くっていう、そんなことあるんですが、まあいいです。ちょっと次行きます。はい。で、えー、っと、リスクを測る指標としては、分散とかですね、標準偏差っていうものがあります。ちょっともう、わけわかんないっていう、シグマとかわけわかんないとかっていう方はもう、あの、1、2分飛ばしてください。えー、分散というのは各データの値と、 平均の差の2乗の合計を取ったものです。で、それをデータの総数で割った値ですね。式にするとこうなります。何な,なんですか、これはっていう方はもう見ないです。要は、あの、どれだけ、あの、例えばここの1年間の日経平均を取ってみたとして、で、まあことこ、まあこここ、こう、こう、こうなってきてるわけですよね。 で、その中で、えーまあ、どれくらいの平均と、その1年間の平均値とアベレージと、どれくらいのばらつきがあったのか、条件っていうのを、えー、表す式です。で、一般的な標準偏差を使うことが多いので、標準偏差、えー、ですね。で、この分散の平方根、ルートを取ったものが、えー、標準偏差と言われてまして、結構標準偏差ぐらいだったら、 いろんなサイトに書いてあったりすると思うんですね。あのモーニングスターとかのサイトにも標準偏差いくつとかって書いてありますので、要はこの標準偏差の大きさが大きいほど、えー、ブレが大きいとで。小さければ小さいほどブレが小さい。すなわち、標準偏差が大きいほどリスクが大きい。小さいほどリスクも小さいと。そんな考え方になります。あのもう正規分布とかなんかそんな話はしないですから。 もうこの辺はもうさっと流してください要はなんかそういうのがあんだなって思っていただければいいですもう算数わかんねえやっていう方はもっと通してください <music> なんですけど、えー、とまあ要はデータのばらつき具合を表す指標というかでして、えー、まあ、標準偏差について詳しく知りた方は、もう標準偏差って調べていただければ、なんか大体、ね、Google 先生に聞けばですよ、あのクラスの、えー、テストの平均、こう30人の、ね、ですねテストの、えー、結果がこう、 書いてあってですね <laughs>。で、それで大体みんながどれくらいの手伝って、平均がどれくらいで、で,で、それで標準偏差がいくつみたいなことが書いてあるサイトがいっぱい見つかりますんで、それを見ていただければいいんですが、まあ、それでだから偏差値とかっていうのはそういう話になるんですけど、え要はデータのばらつき具合を表すものなんですよ。で、これを応用してボリンジャーバンドとかっていうのを使ったりするんですけど、 うん例えば、ええー、と、あのパッとしないですけど、まあ平均が300、300円とかにしましょうか。300円だったとします。で、標準偏差が、例えば、うん30だったとすると、270平均引く、えー、標準偏差。あとひ、平均プラス標準偏差。あ、間違えた。 のところに270から,ら330の間にここのデータだから株価の推移としてここの間に当てはまる確率が68.26%だよでさらにはその2倍のところ360上が360下が240、えー、標準偏差かける2だから30かける2の範囲で、えー、2 データが当てはまる確率が95.45%だよってい、大体、だからここを平均とすると、ここ上下、標準偏差 ×2 のところまでの間に収まるだろうと、でその確率が95.45%だよっていうのが、それを応用してボリンジャーバンドとかっていうのは、ああいうチャートを描いてるんですけど、まあ、また使い方はいずれストックステーションの方でえお話をします、ボリンジャーバンドについては。 でかける3になるともう99.73%ほとんどその中に当てはっちゃうぜって話であります。まあ、そんな標準偏差です。えーまあ、要はばらつき具合を示していますと。でえー、具体的に主要指標のです、ね、標準偏差を見てみましょうということで、1年間、まあ、年間ちょっと6月22日から 去年の6月、16年の6月22日から今年の6月22日まで取っちゃったのがまた、えー、いまいちいけてないんですけど、まあいいです。取っちゃったんで。はい、<laughs> 23からにすればよかったんですけどね。えー、もうどっちでもいいです。うんと、のリスクを比べてみようと。で、ここの割にはまあ上書いてある通りです。で、いろんなものを比較してみようと思ったんで、日経平均。 ニューヨークではハンセン指数、えー、香港ですね、あとマザーズ指数と、あとベートル・ポンド・円を乗っけてみました。で、えー、とこの1年間の平均値を取るとこんな形、3行目の数値になります。で、標準偏差を取ってみますとですね、こういう数字になるんですね。 で、標準偏差は、桁が違ったりとか、数字が違うと、数字が違うとか、桁が違うと比べられないので、えー、マザーズ指数と日経平均の標準偏差が違いすぎると、マザーズ指数よりも日経平均はこんなにあのリスクが高いわけはないので、えー、これはもう一概に比べ,る比べられるものじゃないですね。で、じゃあどう比べるかっていうところで、まあ多分いくつかやり方あるんでしょうけど、一番簡単なのが、えー、標準偏差、 平均,で割る平均値で割るで。平均値で割った値を変動係数というんですが、変動係数で比べれば、あのー、みんな平等にリスクを比べ,られる比べることができるだろうということで,です、ね、一番単純に比較しやすいのがこれかなと思っています。で、えー、これで比較すると、この1年間は日経金が一番リスクが高かったということですね。実は。 あの、一年前とこの直近の価格比べると、これは3900円ぐらい違うか。4100円ぐらいプラス。で、4050円ぐらいか。で、これが、ニューヨークダウが3700ドルとか、で、反戦指数が4900、マザーズ指数が240とか、ま、そんな感じなわけですけど、 えー、なんかそういう意味で言うと、ダウの方が、直ったないか。はい。なないですね。3900、うん。結構ダウの方が大きく上がったイメージだったんで、変動幅っていうことで言うと大きいのかなとも思ったんですが、実は日経金の方が大きかったですね。 っていうような感じで比べてみていただくといいかなと。でもちろん、これ、ニューヨークダウとか反戦指数は、為替がさらに絡んでくる、日本から投資する場合は、為替がさらに絡んでくるんで、ニューヨークダウであれば、ドル円も加味して考えなきゃいけない。っていうことだったりはします。で、変動係数だけ比べると、本円が結構大きいんじゃないかなと思ったんですが、そうでもなかったですね。はい。意外と別に、えー 標準偏差とか、そのリスクっていう面でいくと、実はそんなに大きくなかったな、この辺っていう。まあ、去年のことを思うとですね、一番大きいんじゃないかなと思ってここに入れたんですが、そうでもなかったんですよ。で、6月22なんで、あのブレグジット直前なんですね、この日が。なので、いいかなと思ったんですけど、意外と低かったっていうのは、 結構平均値が低いところで決まってるんで、ガーンと下がったところで、その後はまた上がってきてるとかっていうことであれば違うんでしょうけど、平均値が低いところなんで、標準偏差も低くなってるなっていうことなんでしょうね。はい。で、えー、まあ、これの数字見てもよくわかんねえやっていう方も、もちろんいっぱいいらっしゃると思うんで、もうちょっとわかりやすい比べ方をしましょうや。 ということでえよくわかんないやっていう方はこう,こういう見方をしてみてはいかがですかということで標準偏差はもう使えません、えー、どうなのっていうねでまた上の3つはさっきと同じですが、えー、とこの1年間の最高値と最安値も持ってきています、まあ、株価でいうと最近の方が高値だからそんなに変わらないんでしょうけどうんと為替とかはね結構 違うかなとあと安値は多分ブレグジットのところだと思いますんであ為替はちょっと違うかもしれないですけどねドル円とかは、えー、安値も乗ってきてますで例えば、えー、と平均値と最高値最安値を比べた当落率 っていうので比べてみたりとか、あと、えー、この最初の6月22日から最高値、最安値の登落率を比べてみたりとかっていうことで、えー、どれぐらいのリスクがあるのかなっていうのは結構わかりやすいのかなと私は思っております。まあ逆に言うとこんだけ上がってんだっていう見方もできるし、えー、まあ、ざずはですよ結構下がるとき下がるねみたいなね、で <laughs> っていうところも見れるかなと。 思いますんで、うん、よくわかんないやっていう方は、まあ、こんなことでもいいと思うんですよね。別に標準偏差で、えー、見る必要もないと、どのぐらい上下あったんだっていうことで見てしまってもいいと思うんですよ。でもう一つ、えーと、もっとよくわかんないやって人は、目論見み書にですね、よく書いてあるやつです。代表的な資産クラスの倒落率というやつです。 えー、一度は皆さん見たことはあると思いますが、あの、投資信託持ってる方はね、えー、過去5年間の中で、毎月の各月末の値を取っていくんです。各月末の、その月末からちょ、えー、そこまでの1年間、それまでの過去1年間の、えー、平均値と、えー 平均値はここに入れてないんで、最大値と過去1年間の,その各月末そのそれぞれの1年間を全部取ってきてるわけですね。そこの年間の騰落率の最大値と最小値を持ってきていますんで、よくわからないやってる人はこれを見てください。で、そのファンドの過去の各1年間の年間騰落率も絶対乗っけてくれているはずなんで、比較のために。これ多分もう法律で決まってるやつなんだと思うんで、全部同じや まあ数字は多分、その期間に目論書作ったタイミングによって違うので、あるんですけど、えー、同じようなものが載っているはずですので、まあ、これを参考にっていう感じですかね。まあ、なので、これで比べていただけると、大体そのファンドのリスク、あの他の資産クラスと比べて、代表的な資産クラスと比べて、どうなのかなというところも分かるかなというところですね。 でえー、と具体的なリス,クの、まあ、リスクを当然減らしたいと思う方がほとんどだと思うので、なるべく低いリスクでたくさんお金が欲しいという方が多いと思いますので、えー、リスクを低減させるにはということで、えー、代表的な3つの方法、投資先の分散、時間の分散、長期投資ということが言われています。うーんまあ、一つ一つ見ていきましょう。 投資先の分散ということで、資産クラスとか、その組入れ銘柄をとにかく分散させるわけですよ。で、バランス型ファンドがいいとかっていうのはまあこういうこと。で、いろんなものを組み入れましょうとかっていうのはこういうこと。日経平均よりもトピックスの方がいいっていうのが、組入れ銘柄数が多いからトピックスの方がディスクが低いよっていう話なんですが、えー、とにかく組入れ銘柄数が多い方が分散効果が発揮されますよというのがですね、ここの下の方に分わかんない式が書いてあります。 ポートフォリオの標準偏差の計算式です。要は、各証券とか、まあ、各資産クラスもいいんですけど、その相関係数っていうのがあるわけですよ。例えば、うんニューヨークダウが1動いたときに日経平均はい,つい,、えー、いくつ動くか、例えば0.6動くとかっていう。 だその相関係数は0.6っていう、まあ、そんな意味合いです。なので,で、相関係数が1より小さいんであれば、もうとにかく銘柄をいっぱい詰め込んだ方がリスク分散にはなるよと、リスクは低減できるよっていう話です。というのがこの式です。まあ、もうなんかデルタとか,なんかローとかわかんねえよっていう方は、ですねもう全然無視していただいていいんですが、とにかく銘柄数が多い方がリスクは低くなります。ランガン だけれど思うですよ。<laughs> だが、しかしですよ。えー、だから儲かるってわけじゃないですからね。リスクが低ければ低いほど、そりゃ、あのー、分散されちゃいますから、えー、バーンと儲けるチャンスが減るわけですよね。っていうのは、えー、認識しておいてください。で、結局、まあ、その結果どうなるのかっていうところは、最後の長期投資とか、長期投資のところでは、 一緒にお話をしますが、期待リターンに近づいていくっていうところなんですよね。で、あ,あともう一つですね、間に1個挟みまして、投資タイミングの分散、積み立てなどとかっていうことで、買うタイミングを分散して、一時的に下落した場合の買い単価を下げると、えー、本来的にはこの角度で、この、えー、投資タインが上がっていくはずなのだが、 まあ、ちょっとこう、キャーンとこうね、下落してしまうようなタイミングがやっぱり来るわけじゃないですか。で、えー、そういう時のために、えー、積み立てて買っていけば低いところで、えー、たくさん買えるから、買い単価下げられていいよねって話。ドルコスト平均法いいよねって話です。ドルコスト平均法が一番いいかそうじゃないかっていう議論もいろいろありますが、まあいいじゃないですか。<笑><笑>はい。ということです。だから積み立てに i、えー、にしろ、いでこにしろ。 うんそういう意味ではリスク、あの、タイミング的なリスク分散になっている。リスク低減ができているよっていうことではあります。買うタイミングをずらすっていうこともやっぱり分散投資ですからね。言ってみればね。タイミングの分散投資ですから。で、最後もう一つですね。長期投資がいいよっていう話もしているんですが、長期投資原理主義みたいな方もいるんですけど、それはちょっとおかしいよっていうことですね。 言いたい部分もあるんですが、えー、長期投資をすることにより、とりあえずはですね、短期的に大きくブレが出ていたとしても、期待リターンに収束していくと。長期的にはですね。どういうことかっていうと、このグラフ見ていただければいいかなと思いますが、えー、まあタイミングによっては、こう、バーンと上がったりとか、ビャーンと下がったりとかっていうことがあると思うんですけど、 長期で持つことによってこのブレが収束していく要はその確率変数とかそういうことだったりするんでしょうけどサイコロを振ってなんか10カらい振ったけど3ばっかり出たなみたいなこともまああるわけじゃないですか。でそれれは振れば振ばるほど えー、6分の1に近づいていくわけですね。1が出る確率、2が出る確率、それぞれ6分の1に振れば振るほど近づいていくはずだと。で、長期投資もそういうことで、長く持てば持つほど、えー、期待できるリターンに、まあ、この証券を買えば3%毎年上がっていくはずだと。っていう数字に近づいていくはずなんですね。で期待リターンっていうのは、まあ、過去のデータから、 えー、この証券とすれば3%上昇するはずだと、まあ、かいろんなデータを取ってですね、えー、3%ずつ上がっていくはずだと、年率っていうのが期待リターンなんですが、えー、例えば期待リターンがマイナスであれば、持てば持つほど下落していくわけですよ。えー、でしかも、持てば持つほどですね、そのえー、マイナス、例えば1%だったらマイナス1%に収束していくわけですよね。っていうこともありますんで、えー、であくまで期待リターンっていうのはその、 過去のデータでしかないっていうのもありますんで、えー、それが本当にこの先上がっていくかどうかっていうのは分からないわけですよ。こう、で、また例えばですよ、一つなんか株を持っていて、こう、東芝みたいな株を持ったわけですよ。で、実は、 赤字なのに赤字を隠してですね、えー、会計処理を偽っていたということがありますとですよ、本当は東芝は、えー、年間3%ずつ成長していくはずだったのに、えー、実は縮小していたみたいなね、まあ、そんなことがあったりするわけなんですよね。 なので、長期投資、原理主義っていうのはちょっと怖いよねっていうことは知っておいてください。長期でもっときゃ大丈夫だよっていう人もいるんですが、必ずしもそうじゃないよっていう。で例えば、投資信託で考える際に、うん、人口がどうとかっていうことがなんで大事かって言ったら、人口が多くないと、それは成長していかないから、その国が成長していかないからって話なわけですよね。 でなので、えーまあ、それが GDP 成長率で測るのが正しいのかどうかちょっとまた置いといて、まあ、例えば GDP の成長率を上げていくためには人口が増えていかないといけないよねっていうこととか、まあ、そんなことです。で、その GDP 成長率に近い形で、まあ、それにその投資の効果がそのまんま、その期待リターンが GDP 成長率と一致するわけではないんですが、もちろん。 えー、その一国の成長率に近い形で、えー、上がっていくんじゃないかというふうに考えたいので、えー、GDP 成長率がマイナスであれば、えー、それは持ってば持つほど下がっていくわけですよね。その国に投資した場合は。っていうことだと思ってください。はい。ちょっとブワっとですね、いろんなことをはしってですね、説明をしましたが、 どうですかね。はい。とりあえずお知らせですね。えっ、ー、と、LINE の公式アカウントを作りました。えっ、ー、と、もう、結構、あの、やり取りをさせてい,らしいただいている方もいらっしゃるので、まあ、何か直接言いたいことがあるとか、要望があるとかっていうことであれば、LINE の方でいただいても結構ですし、 うんと、あとから出す。まあ、コメント欄とかでいただいても結構ですし、まあどんな形でも伝えていただければ、えー、何かしらの形で伝えていただければですね、私は気づくはずですので。はい。あと、メルマがですね、今週24です土曜日。 は多分ちょっとお昼は難しいかなと思いますんで、ちょっと土曜日の夜になってしまうか、日曜日になってしまうのか分かんないですが、えっ、ー、と、6月第4週はその形でお送りします。カレンダーを、7月のカレンダーをつけると思いますので、ちょっとそれも間に合うかどうかですし、ちょっと土曜日は朝からちょっとですね、出てしまうので。 あれなんですが、一応今週はそんな感じになってしまいますが <laughs> と、えーと、登録していただければなと思います。あのー、パッと1週間の相場が振り返れる、そして翌週の、えーまあのー、スケジュールとかをですね、確認できるようなメールマガをお送りしておりますのでご覧ください。ぜひ登録してください。ということで、こ、えー、んな形で質問いただければなと。 ぜひですね、ちょっと、ま、銀行員向けのその記事をずっと今月書いていたので、で、銀行の方はいまいちやっぱりその投資信託とかっていうの相場感とかわかんないからこそ、毎月分配ばっかり売っちゃうんでしょうけど、えー、そういう方からですのですね、質問とかっていうのもいただきたいなと思っております。まあ、あの販売する側も、えー、レベル上げようぜっていう、そんな話です。えー、質問要望。 えー、いろいろ。動画に広告載せたいっていうのも、いたいて、あの、いただければ嬉しいです。は <laughs> は、えー、いその他ですね、執筆講演とかですね、行政書士業務、FP 業務、いろいろ、えー、受け止まっております。えー、動画のコメントでも、えー、Twitter の方でも、メールでも、えー、LINE の公式アカウントの方でもですね、結構ですので、いただければなと思います。 ということで、バ、えーッと,です、ねーっとですね、リスクについて話をしてきました。ちょっと、まあ、標準偏差とかです、ね、使っちゃうと、えー、何言ってんのって話になってしまうとは思うんでその計算とかっていうのが重要かどうかは分からないですけど、えーまあ、過去の当落率とか見てねあよく上がるな、よく動くなとかそんな感じで なんとなくっていうことでも、しょうがないと思うんですよね。で、この難しいところが、個人投資家のリスク許容度を測るっていうのは非常に難しくて、多分そんなことはできないんだと思うんですよ。現代、なんですか、パーソナルファイナンスでは。で、結局のところ、自分が買った商品がリスク許容度だっていうことらしいんですよね。今の段階で。 えたものまあ、だからもう実行ありきというかっていうことらしいんですよ。でまあ確かにだからそのロボアドバイザーとかやるときの質問とかにもどれぐらい上がったらもう売ってしまう売ってしまいたいかとか、まあ、15%下がったら、えー、どうしますかみたいな質問があって、えー、いや我慢して持ってるとか もしくは逆に買い増しするとか、もう怖いので売っちゃうみたいなこう回答があるわけですけど、まあそんな形でもリスク強度を自分で測っていくしかないんだと思うんですね。で、それに合わせて、えー、まあどれぐらいの過去のとこう、下落とか、まあその上下の幅がリスクなんですけど、まあどれぐらいの動きだったら我慢できるかなっていうことなのだということですね。で、 えっと、もう一回ちょっとリスクっていうのは、上がることもリスクなんだっていう。上がることは危険だってことじゃなくて、上がることもリスクっていうんだよっていう。もう変動幅だけなんで、もう上に行っても下に行ってもリスクっていうふうな考え方をしています。で、要は、あの、これぐらいのリターンが取れるはずだっていうことに対して、どれだけ上下に幅があるのかっていうのがリスクなんですね。っていうことをちょっと知っておいていただくと、 えー、いろいろ見え方も変わってくるかなと思いますので,であと個人投資家がちょっと難しいその長期投資のところでお伝えしきれなかったですが、えー、個人投資家のちょっと難しいところはもちろんその長,期長期で持っていればその期待リターンに収束していくねっていうことはいいんですけどその、まあ、例えばガーンと下がったタイミングがあってでその後じゃあいやちゃんと年率3%に戻っていくんだっていう話は話であってで それが、個人の資産運用ってどっかで必ず終わらなきゃいけないので、もしくはまあどっかで縮小していかなきゃいけないですから、そう思うと、バーンと下がったタイミングで、いや、これは持ってれば大丈夫だよ、長期で持ってれば大丈夫だよっていうふうに言い切れない部分があるから、 気をそういう何て言うんですかね、その機関投資家の発想では通用しない部分はあると私は思ってるんですよね。っていうところをちょっと、えー、長期投資再開、イエーイみたいな、えー、本を読んだりとかですね、そういう方の,そのなんですか投資哲学とかをですね、えー、が好きな方はちょっとそこだけ意識していただけるといいかなと思います。 まあ、若い方はいいんですけどね、あと20、30年、40年できるよっていう方はいいんですけど、そんなところかなと思っています。ということで、えー、投資信託を考える第73回以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。